20代の10年より30代の10年の方が多分内容が濃い10年になると思うので、その30代を無駄にすることなく一日一日大切にいろんなことに挑戦してチャレンジャー澤でいきたいと思います。この春日本の第一人者は新たなスタートラインに立った。なでしこジャパンの代名詞澤穂希30歳、それはオリンピックの余韻も冷めぬ夏の終わりだった。2009年3月に復活するアメリカ女子プロサッカーリーグの国際ドラフトで澤は1巡目の指名を受けた。悩みましたね。正直今の自分の居場所っていうかすごく居心地がいいですし、だけどやっぱりこういろいろ考えて、まあ30にもなりましたし、ある意味その集大成っていうことも考えてますし、現役選手って1回しかないんで、もうとことんこう上を目指したいというか、もう一度こうアメリカという舞台で自分を表現してみたいというか、そういう気持ちも湧いてきたので。それは澤にとって2度目のアメリカ挑戦。1度目の挑戦は20歳の時、アメリカ女子サッカーリーグ WUSA に単身乗り込み、怖いもの知らずで戦った。ただ世界で通用する選手を目指して。しかしリーグは財政難のため2003年に休止。澤は志半ばで帰国を余儀なくされた。環境だったりとかサッカースタイルとかやっと慣れてきた、そして自信もついてきたところでこう日本に帰ってきちゃったっていう、本当に自分の中で中途半端だったので。帰国後古巣ベレーザに復帰した澤は日本の第一人者としてクラブで、そして代表で日本の女子サッカーを引っ張ってきた。それは中途半端で終わったアメリカでの鬱憤を晴らすかのように、日本でできることは全てやってきた。結果が全てだなってすごく思いますね。やっぱり結果を出すことによって本当にたくさんの方に注目していただけますし、勝たないといろいろ言われますし、でも本当にたくさんの方に日本の女子サッカーを知ってもらえた5年間でもあったので、まあ、それはすごく感謝してます。そしてあの夏、澤は日本で過ごした5年分の思いを全て爆発させた。宮間入れる、いいボール来た、ニアサイド、入った、入りました、同点に追いつきました、決めたのは澤。自分にとって本当に忘れられないサッカー人生の中で一番最高の大会でしたし、自分自身一番最高のパフォーマンスが出せたかなと思います。喜びも悔しさも全てが詰まった20代、総決算の戦いは日本中に喜びを与え新たな歴史を作った。しかしトップアスリートとは何とも貪欲なもの、決して現状に満足しない。やっぱりあそこまでできたからもっともっとチャレンジしたいっていう気持ちにもなりましたし、まあメダルまでも本当もう一歩だったし、だから余計にあそこまでいけんだったらもうちょっといけるなっていうのもあって、やっぱまた頑張りたいっていう気持ちにもなりましたし。こうして澤は5年ぶりに女子サッカー大国アメリカへと向かった。3月29日 WPS 開幕、ピッチには北京オリンピック金メダルアメリカのワンバックや2年連続 FIFA 最優秀選手マルタ、そしてアメリカ初挑戦の宮間彩がいる。澤はまるで少年のようにボールを追いかけていた。20代で果たせなかったあの夢に向かって、アメリカでのチームでリーグ優勝チャンピオンになることと、まあ、個人的には本当にアメリカの人たちに信頼される、頼りにされるあのプレイヤーになりたいです。残念ながら開幕戦を勝利で飾ることはできなかった。なかなか思うようにはいかない、それがサッカーだ。やっぱできないことがあればあるほどやってやるっていうか、やりたい気持ちが強いので、そういうサッカーの難しさにすごく魅力を感じるので、だから多分一生サッカー選手としては
満足しないと思うんですけど、でも本当に現役生活って1回しかないから後悔するのも嫌ですし、せっかくというかやってるんだったら、やりきりたいですね。澤穂希30歳、サッカー人生をかけた戦いが再び始まった。その原動力はいつまでも変わらぬサッカーへの思い。うまいって思ったことないんですよ。もううまかったらもう練習とかも一生懸命多分やってないだろうし、うまくなりたいからサッカーを学びたいっていうか、だからいろいろ監督とかとも話したりするし、チームメイトと話したりするし、サッカーのビデオも見たりしますし、もう本当に純粋にサッカーが大好きで、サッカーが上手くなりたいの、それだけです。彼女は今日もボールを蹴る、果たせなかった栄光を勝ち取るため。